はい、こんばんは、こんにちは、おはようございます。ブルタロとゆちょろでーす。はい、今日はですね、タイトルによる通り、お知らせがございます。はい、何でしょうか。ですね、まあ今日はですね、もう写真を見ての通り、私たち先日フォトウェディングを撮影してきました。楽しかったね、本当に最高に幸せな一日だったんですけど、もう早くもね、ツイッターやインスタグラムでは、ちょっと仕上がった写真を何枚か、和装だったり、羽織袴ですね、あと、今日は、我が娘、姫とブーが写ってるタキシード着た4人家族での写真も先ほどアップさせていただきました。よかったら、ツイッターやね、インスタグラムやってる人は、見てみてください。で、ツイッターの方ではもうお知らせさせていただいたんですけど、YouTube の方にはまだお知らせしてなかったので、単刀直入に、何のお知らせかというと、今回フォトウェディングで撮影させていただいたアルバムと、3枚写真セット、こちらの2パターンを、販売することが決定いたしました。で、携帯としては3携帯、ありまして、アルバムと写真がセットになったパターン。ジャケット写真が全部違うの？3形態そういう CD とかじゃないの？はい、やめてください。いらないややこしい情報ジャケット写真違うやろ。はい、はい、アルバム、アルバムのみ。何曲入ってるんですか？もうそれは CD、 私たちは写真なんで。ああ、なるほど。はい、はい、だからあともう一携帯は写真3枚セット、わかりました。みんなもうゆうちゃんのせいでわけわかんなくなりましたよね。3携帯、1携帯がアルバムと写真のセットになったやつで、もう一個がアルバムのみ、もう一個が写真3枚セット、はい、それぞれ、3つに分けております。で、アルバムのみが9500円、税込みで送料も込みになっております。で、写真3枚セットの方が1350円、こちらも送料と税込み、送料と税込みね、はい、送料込み、はい、と税込みで、一番お得なのがそのアルバムと写真3枚セット、こちらのセットを買っていただくと、ちょっとお安く、17000円で、税込みの送料込みでえ、なんであと詐欺師やしょ。なんでよ17000円すんの？あ、ちょっと17000円っつった？願いたい。ティッシュある？17000円がお得ない？違う、2つセットで違う、間違えた。お得です、お買い得です。なんとアルバム単品で買ったら9500円、3枚セットが1350円、はい、なんと2つ揃って買うと17000円。すごいお得。お得。間違えた、うん、すごい。訂正、はい、17000円の間違いですので、皆さんお気をつけください。間違い、全然わからん。自分では17000円ったつもりやねんけど、めっちゃ高くなってる。はい。っていうのも、まぁ、ちょっとね、写真なんて販売するんやっていうね、疑問に思った方もいるかもしれないんですが、フォトウェディングの重大発表ね、私たちフォトウェディングやるよっていうお知らせをしてから、何人かの方がもうどうしてもね、買いたいんだっていう声が届いてたんで、どうにかその要望に応えたいなと思って、担当してくれた方に問い合わせたところ、販売可能ですという許可が下りたので、今回このような形になりました。なので、3形態ね、それぞれ URL が違うんですが、窓口がどこかというとメルカリで販売になります、で、今回フォトウェディングに携わってくれていたスタッフの方が、そのメルカリをね、URL 作ってくれてるんで、こっからがちょっとまたややこしいのでよく聞いといていただきたいんですけど、まず販売期間があります、はい、期間限定販売になります。今日の7月18日から、7月28日の10日間限定の受付となっております。で、今この概要欄にね、貼ってあるメルカリの URL に飛んでいただくと、購入手続きみたいな購入画面のボタンがあるんですけど、そこはまだ押さないでいただきたいです。そこの URL に飛んでいただいて、コメント欄に、この商品が欲しいですという
形で、記入していただくと、また後日7月30日に、そこにコメント書いてくれた方宛てに、特別サイトをまた用意させていただいているので、そこから、ちょっと購入の手続きに入るという形になるので、ちょっとややこしいんですね、システムが。コメントしたら返信来るってことやな。そうです、30日に。はい、うん、まあ、なのでもう簡潔に言い回しますと、3形態発売します、その URL は概要欄に貼ってあります。でそこにまだ購入ボタンを押さずに、必ずコメントで、この商品が欲しいんだっていうことを、記入しておいてください。そしたら、7月30日にまた改めて、購入のお知らせがいくと思いますので、ぜひよろしくお願いいたします。で、また質問などあれば、ちょっと DM、Twitter か Instagram の DM でしかちょっとやりとりできないんですけど、そこにブータロー宛てに送っていただいたら、わかる範囲でお答えさせていただきますので、よろしくお願いいたします。では、以上です。以上。はい。じゃあ、バイバイ。いやいやいや。ん？どうでした？感想。1万7000円？違う違う違う。フォトウェディングの感想よ。よかった。どうよかった？やってよかった？うん、写真嫌いなゆうちゃろさんでもやってよかったって思う。じゃあ自分3枚しか撮らへんと思ってたからさ。違う違う、3枚なわけがない。何枚撮るとかも何も聞いてなかったし、1000枚、そう1000枚も撮ってたみたいで、それ全部データ届くんで、すごいよな。姫路城で、姫路城の前で撮ったりとか、なんだっけ高校園、高校園ちゃんで、もうなんかすごい綺麗な庭とかいろんな橋があったりとか、そこでめちゃくちゃ通りましたね、うん、だから羽織袴を着ていっぱい撮ったり、あとは上司がね、ブタロたちの娘ブー姫、あと友達のトシオミツを連れてきてくれて、ワンちゃんと4人家族での撮影も美術館前で外で撮ったり、で最後はね教会でタキシード着て、うん、撮影もしましたし、トシオミツオンって言ったらさ、人間って勘違いせえへんかな。あ、ワンちゃんですはい、そう、もう本当にね、いろんな写真これからまだまだ SNS や YouTube にアップしようと思ってるので、皆さん、うわあのロケがすごいなと思うかもしれないんですけど、ついてきてください。せっかくなんでね、あのインスタグラムや Twitter には写真いろいろ載せてますから、この動画の最後にも、ちょっと先行でこんな写真が出来上がってますよっていうのをお見せできたらなと思うので、最後まで見ていただけたら嬉しいです。ではバイバーイ。バイバーイ。チャンネル登録よろしく。またあの本編の動画はまたね、うん、上がりますし、来年中には早くても上げたいなと思っております。遅い遅い遅いよあんたいつもそうじゃない。じゃあでもスタッフの人が今回は本編は編集してくれるから。あ、それを上げるだけ。あとはそうです。あ、そうで、まあ、裏側は裏側で自分たち撮ってるんですけど、何しか本当撮影が忙しかったんで、自分たちのカメラを回す暇がなくてですね、ちゃんとした映像はほとんどないんですけど、また裏側もいつか載せようと思ってるので、そちらの映像も楽しみにしていてください、はい、ということで、そんな私たちはもう本当最近ラブラブが増して、バイバーイバイバイ言うたのに、あんたまた話するの、うん、のろけた。あ、そう、うん、昨日もイチャイチャしちゃったしリベンジは明日できるらしいし最高なんだけど、キモ最近よくやってくるな、仕事中も。なんて、誰の奥さんになったなんて。そんなん言ってないで、どこのダッチワイプやバイバイ